さてと、完成だ。喜んでもらえればいいんだが。おい、やめろ。そんな武装なものこっち向けんな。なんでミサイルなんかで私たちが喜ぶと思ったのよ。確かにミサイルの形はしているが、ちゃんと見ればおかしなところがあるってわかるんじゃないかな。え、熱い。なんか表面に書いてあるぞ。ずいぶん独特のフォントで書いてあるのね。サリア X 白鷹や満開上等。ミサイルに満開上等って、武装にも程があるわ。そんな不謹慎なことするわけないだろう。これはミサイルではなく、花火だ。僕らのプレゼントというのがわかるよう、52ミサイル花火と名付けてみたんだ。僕ら、っていうと、サイチリ以外にもこれを作ったやつがいるってことなのか。正確には、レシピを一緒に作った、と言った方が正しいんだが。これは僕とシロが、君たち二人のために作った、スペシャルアイテムなんだ。二人がこれからも、末永く幸せにいられるように、という願いを、たっぷり込めたつもりだ。ちょ、何よそれ、なんでそんなの、白鷹と一緒に作ったりしたの？レシピの名前を思い出せばわかるだろう。あれは僕から君たちへの、お礼の気持ちを込めて作ろうと思ったレシピなんだ。でも、デルタ対策戦ってことは俺の記憶に関係するもんだと思ってたんだが。あれはサプライズがバレないように使っただけだ。もしかして、期待させちゃったかい？いや、またトラウマになるようなものを作られるよりかはマシだ。けど、お礼ってどういう意味よ。私たち、サーリにお礼を言われるようなことしたかしら。気づかない。これは、僕と白鷹が共同で作ったレシピから作ったアイテムだよ。だから、それはさっきも聞いて。あれ、白鷹と共同で作ったってことは、白鷹に会いに行ったの？そういうことだ。くんたちのおかげ、いや、正確にはキャッスのおかげで白鷹に一人で会いに行く勇気を出すことができたんだ。だから、そのお礼に白鷹と一緒に作ったのが、これってわけっさ。別に、そんなことしてもらわなくてもよかったのに。まあ、押し付けるような形になってしまい申し訳ないとは思うが、あくまでも僕からの感謝の気持ちだ。特に、ラストの大きなハート型の花火は迫力満点だと思うから、ぜひ見てほしい。ネタバレすんなよ。それじゃ、とりあえず外に出ようか。わ、なんで？屋内で花火をあげられるはずないだろう。打ち上げは僕に任せてくれ。それじゃ、早速行こう。まあ、見て見てデルタ、今のすごく大きかったわ。何だよ、出力いのが好きなのか、俺はもっと来い。
今のやつ、二重になってたぞ。俺、今みたいなのが好きなんだ。大きい型緑灯やかでいいじゃない。夜空もパッと明るくなるし。あら、今のって何かしら。何か形みたいだったけど、角度が悪くて見えなかったわ。わは、よくあるよくある。次のはちゃんとこっち向かいてるといいんだが。キア1、今の見た。2、ユロキ1の形の花火だったわ。あんなのまで花火で作れちゃうんだ。ちょっとびっくりかも。白鷹と触りだからこそ作れたんじゃねえか。てか、本当にさっきからいろんなのが打ちっぱなし状態になってるな。そうね、あのミサイル一つで、こんな長時間花火が続くなんて思わなかったわ。サーリたちには感謝しないと。ああ、そうだな。それに、こんな風にのんひりと花火を見るような機会も、めったにないからな。そうね、そういえば去年のフェリオンデのお祭りのこと、覚えてる。去年って言うと、確か。あつ、思い出した。休暇申請してたのに、当日に却下されたんだよな。そうよ、フィナーレの打ち上げ花火を楽しみにしてたのに、結局見れなかったのよね。祭りの警備のスケツ人かと思ったのに、病欠の内勤の代わりだったからな。夜中まで地下室にりっきりで、いつの間にか花火も終わってたんだよな。あれは本当に最悪だったわ。うん、惨めな気持ちになった。って言ってもいいくらいよ。あれ、でも、あの時って確か、呼び出されたのは俺だけだったよな。キャスは別に呼ばれたわけじゃなかったんだし、手伝う必要はなかったんだぞ。てか、花火の予定時間近くに、もういいから花火見てこい、って言った気もするし。なんだよ。バカ、鈍感、だからデルタなのよ。何だよいきなり。ふんつ、知らない、気づいてくれるまで何も言わないんだからに。また無茶なことを、そんなの、わかるわけねえだろ。って、マジで何も言わないつもりかよ。勘弁してくれよな。う、どうすりゃいいってんだよ。あの、休みの申請を一緒に出そうって話したこと、忘れちゃった。そういえば、確かキャスがそんなこと言い出して。そっか、そういうことか。一緒に、祭りを楽しもうと思ってくれてたのか。ハズレか。時間ギリギリギリだけど、せえ、もう、本当にすぐ忘れちゃうんだから。悪力。スタマジ謝るよ。63つしわよ。バカで鈍感で物忘れが激しくて、最近はちょっとエッチになってきたけど、それでもちゃんと思い出してくれて、ここぞという時にかっこいいところを見せてくれるのがデルタなんだから。過大評価しすぎじゃねえか。これでも、結構キャスに迷惑かけちまってるの気にしてるんだぞ。そういうところがデルタなのよ、昔っからね。そういうデルタだから、いいのよ。キャス。そういうデルタだから、私はずっと。キノコ型の花火、チュイチルだな。せっかく言おうとしてた覚悟が、今のキノコで完全に打ち砕かれたわ。ちょっと、ザーリ、
もっと空気読んだ形の作りなさいよ。花火の音がすげえから、キャスの怒り声も届かねえだろうな。今だけは、怒鳴ったりしないように気をつけてたのに。気にすんなって、俺は別に気にしてねえし。私は気にするの。って、またやっちゃった。もう、どうして私ってばいつもに。意地やねえか、別に。よくないわよ、全然よくないじゃない。俺がいいんだって言ってるんだから、それでいいんだよ。むしろ、そういうキャスじゃなきゃ、俺は嫌だしな。本当は。嘘じゃねえよ。すぐ怒鳴ってやたら人を蹴ってきて、負けず嫌いでわがままで。けど、いつも俺のこと心配してくれて、ずっと一緒にいてくれてさ。俺にとって、キャスはそうじゃなきゃ嫌なんだ。そういうキャスだから、俺は。俺は、何？感謝してる。ダメ、私の巻きたい言葉じゃない。そういう私だから、どう思ってくれてるの？そういうキャスだから、俺はずっと。熱っ。最後の花火、か、今度こそ時間切れだな。やだ、ちゃんとせてよ。言いたかったこと、ラストの花火に言われちまったんだよ。そっか、そうなんだ。怒ったか。うん、言葉で聞きたかったな、とは思ってるけど。デルタの気持ち、ちゃんとわかったから、今はそれで許してあげる。助かる。てか、近いうちにちゃんと伝えないといけないのはわかってるんだけどな。慌てなくていいわ、とりあえず気持ちはわかったんだからに。その時には、私もちゃんと自分の気持ちをデルタに伝えるね。そういう楽しみがあるなら、早めに言わなくちゃ、素敵にさせられるな。ふふ、私もちゃんと言葉にしてくれる日を、ずっと楽しみに待ってるね。